はい、どうもこんにちは、店長です。普段はね、経営コンサルタントとして働いております。今日はですね、私が昔してたですね、生活保護随行のボランティアで見た、生活保護の闇といいますかですね、それをちょっとね、皆さんにお伝えしたいと思います。僕昔大学生の時に経済の勉強とかをしていてですね、貧乏な人がいるというのは、政府が悪いはずだみたいなね、あれ国家が悪いはずだね、そういう信念を持ってましてですね、生活保護の申請随行のボランティアとかをしてたんですけれども、そこでね、出会った人たちはですね、結構言い方クスというかですね、が多くてですね、これはちょっと経済政策とかの問題じゃないかもなみたいなね、そういうことを思ったんで、その話をしたいと思います。支援団体とかボランティアをしてた関係でですね、私に相談すれば生活がなんとかなるらしいみたいなね、ことを聞いた若者というかですね、集まってきてその生活保護の面倒とか見てたんですけれども、あるね S さんのケースですと、その S さんはですね、もともと住み込みの会社で働いてたんですけれども、給料未払いというかですね、生活代立ち行かなくなって生活保護申請にするに至ったんですね。それ自体は別に不思議じゃないんですけれども、なんて言うんでしょうね、働いてたのに貯金がないっていうのは結構おかしいわけですね。月給20万とかですね、30万もらえるわけですから、それ全部使い切っちゃってると、ちょっとの給与未払いでですね、生活保護申請になっちゃうと。なんでその貯金がないかっていうのを私ちょっと見てたんですけれども、その S さんの場合はですね、生活保護の受給日っていうのがあってですね、そのお金もらえるわけですね。で、もらった日にですね、コンビニに行くんですよね。コンビニに行きましてですね、ウイスキーとですね、タバコ2箱とですね、レッドブルとかですね、コンビニで2000円、3000円というね、金額を初日で使っちゃうわけですね。結構すぐタクシーとか乗るですよね。1日1万円とかですね、使っちゃうんですね。生活保護の支援金っていうのは大体独身男性だと、家賃を含めて13万円ぐらいもらえるんですけども、そのうち8万円ぐらいが、ね、生活費とかになるわけですね。でそのうち1万円を1日で使ったら1週間ぐらいなくなっちゃうわけですよね。そういった1ヶ月のお金はこれぐらいだからっていうような計画っていうのはかなり立てられないっていう人が多かったという印象がありますね。月の中盤ぐらい、支給日のから半月経つとですね、大体無一文になるんですね。みんなにご飯をおごってもらったりとかね、そういう感じで食いつないでいくみたいなパターンがですね。他にね、T さんのケースを紹介します。 T さんはですね、もともと営業の仕事でですね、年収600万円ぐらい稼いでたらしいんですけれども、それがね、ちょっとダメになっちゃってですね、年収600万で貯金がないっていうのはなかなかおかしな話でですね、何使ってるんだっていうと、ちょっとやっぱり普段からの金の使い方がおかしいってことになるわけですね。具体的にはですね、さっきの S さんのケースと同じでですね、生活保護の支給日になったちょっとパチンコ屋とかですね、バックラーとかですね、友達におごるとかですね、でどんどんお金がなくなっていくわけですね。 T さんの場合はさらにね、ちょっと当時まだ合法だったんですけれども、あまり良くない感じのね、ドラッグとかを買ってですね、それもなかなか高いんでですね、どんどんお金もなくなっていって、精神的にもなんですかね、非常に難しい状態になってくると。で大体同じケースで、月の半ばぐらいにはもうお金がなくなって、あとはもう友達がおってもらったりとか、竹出し行ったりとかですね、そういう感じで食いつないでいたというね、現象でしたね。あるいはですね、生活保護の支給日にですね、すごい高いペットを毎回買っちゃうっていう方もいらっしゃいましてですね、熱帯地方の動物みたいなのが好きみたいでですね、なんかそういう専門ショップみたいなのがありますね。で10万円とかね、20万円とかするわけですけれども、支給の金額を受け取ってすぐにですね、それを買いに行ってですね、稼げないからその生活保護なのに30日間ほとんど無一文で過ごすみたいなね、ガスとかも止まっちゃうみたいなね、そういう方もいらっしゃいました。でも元々ね、私はその貧困問題っていうのはね、政府の責任だとかね、ちょっと思ってたんですけれども、見てるとですね、これなんかその政府の責任っていうのをちょっとかわいそうな話だなっていうかですね、個人の責任の部分っていうのが大きいのかななんてね、いうふうに思っちゃったんですよね。なんでね、ちょっとこれをどうして解決していいのかみたいなね、ちょっと未だに分かんないんですけれども、結構ね、生活保護っていうのも煮詰まってるなっていうかですね、闇が深いなというふうに思った次第でございます。もちろんね、私自身は生活保護自体には全然反対じゃないっていうかですね、生活保護のおかげで助かったっていう方いっぱいいらっしゃいますし、そのおかげで社会復帰してね、でもらった金額以上稼いでね、納税してらっしゃる方も私知ってますし、生活保護のおかげでつつましい生活というかね、維持されている方もたくさん知っているんで、その生活保護者は全員クソだとかですね、みんなクズとかですね、生活保護なんか廃止した方がいい、そういうことを言うつもりは全然ないんですけれども、ちょっとね、そういうようなね、ことを見てくるとですね、貧困は社会のせいとかね、経済政策のせいとかですね、政府のせいとまでは言い切れないんじゃないかなっていうね、そんな感想ですよね。今はですね、私は会社経営しているわけですけれども、ボランティアみたいなことね、あんまりしないでですね、あんまり関わり合いにならないで生きていこうかなんてね、いろんな人がいるなっていうね、そういう感じで距離を取ってね、いますね。ケースワーカーさんとかね、支援団体のボランティアの方とかね、すごいご苦労様だなと思ってね、私ができきらなかったことなんでですね、感謝しておいておかしいですけれども、偉いなと思って見てるっていう感じですね。はい、今日はご視聴いただきましてありがとうございました。よかったと思ったらね、グッドボタンとか SNS で共有していただけると、動画を更新するモチベーションになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。こういったね、ちょっと変わった経済ネタのね、動画とかね、変なお店とかね、変な場所、物の動画で紹介する動画をね、撮っておりますので、ぜひ他の動画もご覧いただければと思います。今日はご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。